皆さんこんにちは、さゆです。今回はお金がなくても留学に行ける方法を3つ紹介したいと思います。1つ目、フィリピン留学です。フィリピン留学はとにかく安いです。で、英語も効率的に学べます。私は2ヶ月分ぐらいのフィリピン留学のお金は自力で貯めました。で、生活費は3万円ぐらいあれば月に合流できます。なので、フィリピン留学が一つのお金がなくても行ける手段でした。2つ目、ワーキングホリデーです。オーストラリアのワーキングホリデー、いいところ2つあります。1つ目はお金がなくても行けるのはなぜかというと、無限に働けるからです。学生ビザだと大体学生なので1週間に20時間という決められた時間しか働けないんですけど、ワーキングホリデーだと無制限に働けます。無限じゃないです、無制限に働けます。で、しかも2つ目のいいところが、学校に行かなくていいんですよ。学校に行かなくていいってことは、学費が浮きますよね。それってめちゃくちゃ大きいことだと思います。英語力大丈夫なの、英語力伸びるのっていう心配の声があると思うんですが、働くってことはリアルな英語を身につけれるんですよ。ネイティブの人と働く、ネイティブの人に接客する、同僚も外国人ってことは、生きた英語をよりリアルに、そして働くっていう、こうプレッシャーがあることで効率的に覚えられるんですよ。なので、働くってことはすごくおすすめです。ワーキングホリデーにすると、本当に貯金が10万円とか20万円の状態でギリギリできても、最初は日本人レストラン、日本食レストランで働いて、お客様にだけ英語っていう状態だったら、英語力必要なしの状態でいきます。そっから働いていくと、生活費を今度ちゃんと払えて、プラスでお金が余ってきて、そのお金でちょっとバケーションしたりもできます。なので、ワーキングホリデーに行くなら、貯金が全然なくても、お母さんやお父さんにお金を借りられなくても行けます。3つ目、奨学金とローンです。奨学金はいろんな国とか大学、海外の大学が出してるもの、企業が出してるものとか、まあいろいろあります。で、国が出してるのだと一番有名なのが、飛び立てです。飛び立てを使って、実際に私の友達も何人か留学してたんですが、飛び立てだと、かなり多くの学生とか、まあ社会人も含めて、いろんな人に、生活費だけってパターンもあるし、生活費と、学費、優秀な場合はそれももらえる場合もあります。私の場合は、学力とか、そういう問題ではなくて、で、大学側が交換留学の人しか飛び立ては使っちゃいけませんってことだったので使えなかったです。でも、よく調べてもらえればわかると思うんですが、たくさんプログラムがあって、英語力とか、あとは学力とかがなくてもいけます。なので、このプログラムはぜひ自分でチェックして、どれが自分に当てはまるのか、一番応募しやすいのかっていうのをチェックしてみてください。ローンは銀行に借りる、お金を借りるタイプなんですが、ぶっちゃけおすすめはできません。やっぱり借りると返さないとって思うので、その分現地でちょっと生活が楽しめないんじゃないかなって私は思います。なので、私はワーキングホリデーという制度を使ったので、返さなきゃいけないっていう、こうまた別のプレッシャーに追われることは なかったので、楽しいワーホリ生活過ごせました。以上3つですね。なので、とにかくこう、お金がないけど今行きたい、どうしても今じゃなきゃいけない、だけど頼れる人がいないっていう人は、ワーキングホリデーかフィリピン留学か奨学金、ぜひ調べてみてください。私は個人で留学の相談のアカウントをインスタグラムで持ってまして、そこで毎日 DM とかコメントで留学とかワーホリの相談を募集してます。今結構毎日 DM が来るんですが、お悩み相談以外にも、自分が1年前のワーキングホリデーしてた時代に、こういう情報があったらよかったなとか、こういうの知ってればもっと準備できたのにって自分が思うような情報を、今自分が日本に帰ってきて発信しています。なので、これから留学に行く人、ワーホリ行く人、今ワーホリ留学している人、全部留学ワーホリに関する方にぜひ見てほしいです。アカウントも下に貼ってあるのでぜひ見てください。この動画が役に立った、面白かったって思ったら、ぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。